をお借りいたしまして、バイト納めのセレモニーをさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。それではまずはじめに、この度の選対の本部長であります、長澤豊本部長からご挨拶をお願いしたいと思います。本部長、おはようございます。18日間の船山ファンチームですね、戦ってまいりました。非常に私は反応があったというふうに、まあ、思っておりますし、いずれにしても届いたんではないのかなというふうに、まあ、思っております。やはり地域を豊かにする、地域に力を、こういったことを掲げやってきたわけであります。いずれも厳しい選挙になったわけでありますが、おそらくは明日は笑顔ですね、万歳ができるんではないかというふうに確信しております。18人間の皆様のいわゆる羽賀代行はじめですね、県議会の皆様、そして、本部の皆様、そして職員の皆様、お力添えをいただきまして、無事終わったことを心から感謝申し上げ、私からの一言に御礼の挨拶に返させていただきます。大変ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、羽賀道也参議院議員からご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さん、本当にありがとうございます。18日間の選挙戦、そしてですね、クレーム SS さんは1月の150日間の通常国会、1月から全く休みなく走り続けてきて、その後、自主的な選挙戦、さらに18日間の選挙戦駆け抜けてまいりました。この船山康江、山形の宝、船山康江をですね、落としてはならない、なくしてはならない、参戦に押し上げるんだ、その思いで協力していただいた全ての皆さんに感謝を申し上げます。そして結集山形、構図が見えない中でなかなか結集の力が発揮できないような場面もありましたが、しかし終盤に来て結集山形、連合も立憲もそして国民も無所属の皆さんも幅広く結集して船山さんのために懸命に戦っていただきました。立憲の石黒代表、そして無所属の皆さん、心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。さらに今立ち演説会も含めて裏方になって、この山形の宝、船山さんを支えてくれた全ての皆さんに御礼を申し上げます。そして間もなくマイクを使った運動はできなくなりますが、しかしまだまだ今日の日付が変わるまでは船山康江をもう一度見たり参議院に押し上げる運動はできます。最後まで投票箱が閉まるまで、明日も投票に行こう、投票に行かなきゃダメだ、そういう運動はできます。最後までですね、この大切な我々の代表船山康江を三度参議院に送るまで、この後も皆さんのお力をお借りできますようお願い申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本当に18日間ありがとうございました。それではこの18日間暑い日も、そして雨の日もありました。その中、最後まで全力で今日も駆け抜けました候補者、船山康江より皆様に御礼のご挨拶をさせていただきます。それではよろしくお願い申し上げます。皆様、お晩でございます。改めまして、今回の18日間の選挙戦、まもなくマイクを使っての選挙活動は終わりを迎えます。長きにわたりまして、この選挙戦、いや選挙が始まる前から、この事務所体制を支えてくださいましたすべての皆様、本当に心から感謝を申し上げます。改めて
選挙は一人では何もできません。事務所の中でさまざまな仕事を分担いただいた皆さん、本当に朝早くから夜遅くまで見えないところでご苦労いただきました。心から感謝を申し上げます。皆様がいなければこの選挙を戦うことができませんでした。そしてお支えいただきました、今芳賀さんからもありましたけれども、党派を超えて多くの皆様、働く仲間の皆様、本当にありがとうございました。そしてこの場での選挙戦で選対本部長という要の役をお引き受けいただきました長澤豊本部長、そして以前から私の後援会連合会の会長を引き受けていただきました今田正夫会長、本当にこういった顔となる方々がいなければまとまりが まとまっての活動ができなかったと思っております。本当にありがとうございました。さて、この18日間の選挙戦、いろんなことがありました。途中豪雨による災害が発生したところもありました。大変心配もいたしましたけれども、避難をされた方、本当にお見舞いを申し上げます。そして何よりもやはりこの選挙戦の中で一番の衝撃だったのは、昨日の安倍元総理への銃撃事件だったと思っております。暴力で言論を封じようとする行為は絶対に許せない、そんな思いで、さまざまな思いが交錯いたしましたけれども、自分の気持ちを奮い立たせ、今日もこのように一日皆さんと協力をしてマイクを握ってのお訴えをさせていただきました。改めてお悔やみを申し上げますとともに、心からお見舞い申し上げます。と同時に、民主主義って